はい、俺です。今日はですね、こちらの豊島弁当さん、まあね、地元でね、有名な、お弁当屋さんがあるんですよ。こちらでね、ちょっとね、買ってきて、食したいと思いますね。まあ、おおよそね、この辺の地域の人はね、まあ、ほぼほぼ全員食った時あるだろうと。で、こちらのね、まあ、一番おすすめがね、鶏弁ってやつだったんですけどね、個人的には。その次、イカフライ、バーベキュー弁当。まあね、他にもいろいろあるんですけどね。まあとりあえずこの辺をね、ミックス。今日はね、豊島屋ミックス弁当っていうのを買ってきましたね。600円と48円。648円ですね。ちょっとね、いろいろ見せられない部分があってね、ちょっとね、あれなんですけどね。まあ、豊島屋さんの許しがあれば、ロゴだとかね、いろんなものを出していきたいと思います。ではね、食べていきたいと思います。はい、じゃあね、食べていきたいと思います。はい、じゃあいただきますということでね、じゃあまずね、これどかしましょうね。これね、はい、よいしょ。はい、じゃあね、この辺チャーシュー、まずチャーシューですね。うまそうに見える。どうだろう。で、これがね、生姜焼きかな。これね、ご飯がね、こう染みついてるんですよ、これ。でしょ、タレがね、たまんないですね。これがイカフライですね。いいですね。まあ、3種類味わえるということでね。じゃあまず、この染みたご飯をね、ちょっとね、いきたいと思います。よだれ出てきちゃった。あ、その前にこのね、おしんこね。これ、豊島といえばこのおしんこね、ピンク色の三角コーナーって入ってるわけですよ、こうやってね。というわけでね、じゃあご飯ね、この染みついたご飯食べていきますよ。これ、はい、こちらね、いただきます。あ、うめえ、超うめえ。これやっぱね、いいですね、豊島弁当。うめえ。こうチャーシューね、私もいっちゃおうかな。千葉県のね、地元ね、うちのね、地元の方はね、チャーシューとかね、まあ作ってね、まあ今後ね、これも食べていきたいと思うんですけど、竹岡式ラーメンってのがあって、うん、そこはまあ大体味は似てますね。うん、ね、うん、うん、美味しすぎてご飯飲んじゃう感じ。健康な味ですね。まあ、うまい。変わんねえな、やっぱな。子供の頃からやっぱこの味だよね。なんだろうね、まあ、子供の頃からね、こういうのにね、慣れ親しんでるとね、本当になんだろうね、覚えてますよね、やっぱ。うん、うまっ。うん、うめえなー、やっぱり。これは豚ね、豚肉。はい、行ってみましょう。あ、うめえ。うん、うん、まあね、次ね、これイカフライ。真ん中から行こうかね。もうね、これソースかかってる感じなんでね、見て、このご飯、このご飯がね、また染みついてんのね、いいですね、本当にね。イカフライ、いただきます。うまい。うん、このね、イカのね、キレがいい。歯応えとかね、うん、イカの風味最高。もうご飯とかね、おっしゃった、これイカのね、フライの染みたご飯。あ、行く、口が行く、口が気持ちいい。もう口が快感をね、感じてるよ。口がいったわ。うまい、ほんとうまい。
いやいいね。これね、思うんだけど、新しいね、こう、この美味しいとか、なんだろう、なんかその食レポとかあるでしょ、そういうやつの新しいこの表現の仕方、美味しいものを食べてその新しい表現の仕方、口が気持ちいいね、口がね快感を得ているとかね、そういう表現を私はね使っていきたいと思いますよ今後。この食レポ自体がね、そうそうそんなにないと思うんでね、なんとかねこう肉で包んじゃう感じとかね、やっちゃおうかな。我慢できねえ、本当にガーっていっちゃっていいこれも。うん、うん、やばい。ああ、うん。あのね、ご飯が足りない。ご飯が全然足んない。うん。で、基本的に、濃い味なんですよね。こう優しくない味、雑な味。うん。小島さんはね、作ってくれます。言えばね。ここでなんかカウンターとか行ってね、何々ないんですか。材料があればね作ってくれるんですよ。いいところのおばちゃんだったらね。うん、まあ、そうね、皆さんね、これが気になってると思うんですよ。これがね、大根、ね、絶対に入ってるんですよ。どこの店舗行ってもこれなんですよ。おしんこ、若干酸っぱいかな。で、しょっぱい。で、素材の大根の味が殺されてないと。いいですね。で、ご飯。で、この新粉の下にね、白いご飯がちゃんと残るんですよ。また。ね。計算された弁当作り方ですね。すごいですね、これ。またこうやってね、巻いちゃう系で。やっちゃおうかな。うん。うん、うん、ああ、気が気持ちいい。ああ、気が気持ちいい。やばい。チャーシューの大草原や。ああ、いいわ。いいね。いやいいね。でもね、でもね、もうね、残り少ないから一気にいっちゃおう、うん、ね。うん、うなんか言ったんだろう、口が。
どね、最後のこのこのね、口のね、余韻がね、味の余韻、まあね、もうずっと続いててほしいんだけど、やっぱ揚げ物なんでね、揚げ物とか肉とかのね、油がしつこいよね、こういうのね、口の中さっぱりできればいいかなって。あー、うん、あー、さっぱりしますね、口が。やっぱり日本がね、なんだろうな、和食考えられてますよね。ほな、いや、いいわ、ほんといいわ、甘い、うん、最高。はい、これがね、ごちそうさまでしたということで、はい、晩飯でした。としまえ弁当、トシマヤミックス弁当って感じで今日は締めさせていただきました。はい、じゃあお疲れ様です。ごちそうさまでした。バイバイ。